イメラジオ第953回、今日は平成29年12月12日火曜日です。時刻は午後6時、師走の午後6時、空にうっすら藍色あれど、もう夜ですよ。横浜港北、素敵な夜景、キラキラ輝いていますね。今日は空気が澄んでいますから、センター南のマンション群もくっきり。横浜港北の素敵な夜景見ながらの放送です。今日は朝から横浜港北晴れていて、私はお休みでしたから、お昼頃センター南に出かけた後、緑道を走りに行って、そして午後6時、この夢ラジオです。953回目の夢ラジオ、今回は信長と家康、信長と家康、そんなテーマでお話しましょう。戦国期、家康は幼い頃、織田家に人質に出されたこともあって、その時信長と束の間兄弟みたいな関係、その後家康今川に人質に出され、今川ではまあ、英才教育を受けたものの、所詮義元、今川義元からすれば人質。その今川義元を織田信長が討った桶狭間の戦い、この時には家康も間接的に信長を応援し、そして自分も領土を広げ、三河の大名となる。桶狭間の戦いでは、信長も家康もお互いウィンウィンの関係、今川家は滅亡しました。この頃から織田徳川の同盟、信長兄、家康弟、この関係がずっと続きます。ただし、確認しておくと、家康は信長の家臣ではありません。信長の家臣といえば柴田勝家とか羽柴秀吉とか明智光秀とか、そのようなものとは一線を画し、家康はあくまでも同盟関係。確かに信長兄、家康弟かもしれぬが、その立場は対等、家臣ではない。まあ当初はこれでもよかったんでしょうね、信長にとって。信長
の。宿敵だった本願寺、この本願寺が信長に恭順、北陸の雄上杉謙信、この上杉謙信にはどう頑張っても信長武力では勝てなかったんですが、その謙信が死去。甲府の武田についてはさっきお話しました、早々と打ち破っていますね。1570年代の後半、天正も6年7年くらいになると、織田信長向かうところ決定なし、京への上洛も果たす。天下布唱える、安土城を構える、羽柴秀吉を使って毛利を討伐させる、もう天下統一は目の前だった。そんな時、信長にとってこれまでずっと同盟者だった家康、実は目障りになってきた。これまでずっと同盟、けれど家康が実は目障りになってきた。家康は信長の家臣ではありません。そして実力をつけていくにつけ、家康独自の行動を取るようになります。領土もどんどん広げ、かつて今川領だった遠江、これも結局家康のもの。信長からしたら、なんやと、今まで東の同盟として重宝してきたけど、敵もそれほどいなくなった今、この同盟者だった家康、ちょっと目障りちゃうか。天正7年、天正7年ですから1579年ですね。1579年、家康は、失礼しました、信長は家康に向かって、お前の正室と長男を切腹させろ、もしくは殺せ、お前の正室と長男を亡き者にしろ、なぜなら彼らは武田とつながっているから。家康の正室は築山殿、今川からのこし入れでした。そして家康と築山殿との間に生まれた長子信康、この信康、
知性あり、武力あり、胆力あり、徳川を担う二代目、この築山殿と長子信康を殺せ。信長はこう言ってきました。家康は築山殿を殺害、そして信康にも切腹を命じて亡き者にしました。従ったんですよ、天正7年のこの時。この正室を亡き者にし、跡継ぎであった長男を亡き者にし、このひれ伏す姿勢によって織田徳川同盟は保たれました。けれど家康にとって何たる屈辱、何たる汚名。ここを家康、歯を食いしばって忍びました。家康はこの頃それなりに大名となり、側室も抱え、その側室との間にそれなりに2番手3番手の跡継ぎもありましたから、とはいえ知欲に変わりなく、そして天正10年、1582年6月に本能寺の変を起き、信長この世を去りますが、数ヶ月前に信長は武田を完全に滅亡。武田勝頼、この天正10年で天目山で妻、子供、そしてお付きの者たちと共に自害しましたね。この武田滅亡により、その家来路頭に迷うわけですが、家康が召し抱えました。武田の家臣を家康が召し抱えたんです。こっちへおいでって。武田ゆかりの者など皆殺しにしてしまえ、そう言っていた信長、この武田家臣の召し抱え、家康の行動にカチンときたでしょう。そしてこの天正10年、家康を安土城に呼び、信長ね、接待。家康も安土城に来ました。この接待役を任されたのは明智光秀。食事にも万全の注意を払ったはず。けれどこの時の食事、魚が腐っている。信長がそんな難癖をつけて光秀に折檻。これは本当でしょうか。光秀ほどの人物、家康を安土城にもてなすにあたり、その食材には最善の注意を払ったはず。その魚が腐っている？ありえない。よく言われることですが、信長はこの時光秀に、家康の膳に毒を盛れ、家康の膳に
毒を盛れ。この時代、他国の武将の城に招かれ、そこに行く、そして食事をし、睡眠をとる。これはその間殺されても何も言えません。当然、信長は家康、この時邪魔になっていたんですね。けれど光秀、普通に食事を出し、美味しいですね。何が美味しいだ。そういう折檻だったんではないか。どうして家康を殺さなかったんだ。結局、この光秀が本能寺の変に及び、信長、この世を去り、その光秀も、秀吉に討たれて、家康としては、光秀が信長を討ってくれたからこそ、いや、それより、あの時、安土城での接待において、自分に毒を盛らなかったからこそ、生き残れた。光秀の家臣、その家臣の娘におふくという女性、この女性が徳川三代将軍家光の乳母、春日局です。この抜擢、光秀の部下、その娘の抜擢、家康から光秀に対しての感謝の気持ち、いや、何より三代将軍家光、この「光」という字、どこから来たんでしょうか。もちろん光秀から他に考えられません。もし光秀が本能寺の変で信長を討たなければ、邪魔者扱いされていた家康、信長によって遅かれ早かれ討たれていたでしょう。光秀討たねば、織田と徳川の天正10年における軍事力においては、もう織田が圧倒していましたから、徳川は完全に滅ぼされていたでしょう。つまり、家康の人生において最大の危機は、信長によってやられるんじゃないか。それを未然に防いでくれた本能寺の変、その実行者、光秀、家康にとっては間接的に命の恩人だからこそ、三代将軍には家光、その家光の乳母には光秀の家臣の娘おふく、春日局、今回のテーマは信長と家康、その同盟関係がいかに緊張をはらんだものであり、いかに奥深いものであったか、今回の夢ラジオでその一端でも明らかにできたなら、そう希望いたします。953回目の夢ラジオ、今回は戦国記取り上げました。信長と家康。
放送している間にも空にはもう全く薄明かり消え、師走の夜となりました。ご視聴ありがとうございました。